かく言う。私もそう平でね。先日、久しぶりに住山から降りてきて都東に入ったら、いや、入れたと思ったら、都東の巫女さんが、やばいので尿を結界張ってください大なり小なり、と、言ったので、私は、僧兵だから尿を結界持っていません。と、言ったら、僧兵って何ですか？もうね、そうって言ったら、仏門のことらしいんですわ。そういえば、こんなこともありましたね。合戦場で、僧がよく誘われるという、噂を聞きつけて自慢の、万力装備持って出かけたんですよ。勧誘希望マーク出して、しばらくすると対話が来まして、徒党入れるんですよ。前線でしたし、実装確認し合う間もなく、敵の徒党と戦闘になりました。相手に、軍幕らしい侍がいたので、開幕は菩薩したんです。そうしたら、徒党の神主さんが栄翔4をくれるんです。ま、神主さん焦って、ミスしたのかなぁと思いました。2ターン目は、やけに私を狙ってくるんですよね。敵のアタッカーが、敵の鍵屋が、瀕死だったので、総兵連撃、やったんです。いや、総兵連撃は難攻不落で、止められてしまったのですが、次のターンから、敵のアタッカーの攻撃が、来なくなったんですよ。戦闘負けて、墓場で、なんかみんな休養らしくて、ここを、解散したんです。